種類のお料理をご用意しております。一つずつご説明をさせていただきます。まず右側からこちら魚介のキッシュでございます。中には主にお魚のヒラメをお入れしておりまして、手前にはラタトゥイユを添えてご用意しております。上にはピンクペッパーでございます。真ん中のお料理でございますが、こちらが鴨肉でお作りいたしましたパテドカンパーニュでございます。手前のオレンジ色のソースなんですけれども、こちらはみかんのおソースでございます。ご一緒に添えておりますのがお野菜のアンディーブでお作りしましたピクルスでございます。最後に透明のグラスの中、こちらがフェンネルのエスプーマでございまして、上にはフルーツの梨を添えてご用意しております。こちらのお料理ですが、お皿に乗っておりますスプーンとお箸でお料理をお召し上がりください。ありがとうございます。上には炭鉱の蒸して焼いております。下の赤いパウダーがビーツとハイビスカスの香りでして、間にございます緑色のソース、こちらが菜の花のピューレでございます。手前には西洋ごぼうでお作りしましたエスプーマでございます。付け合わせでございますが、奥にございますのがさつまいものピューレと里芋のチップスでございまして、中には人参を入れしてご用意しております。こちらアクセントとしてぜひお使いくださいませ。ピストをしていまして、スパイスを少し効かせたおソースでございまして、お肉の上にございますサラダ、こちらは東京サラダといいまして、東京火災で取れました無農薬でお作りしたサラダでございます。お野菜でございますが、奥からマコモダケ、アワビダケ、そして少々色が違うんですけども姫人参でございます。あとマッシュルームとトマトを添えてご用意しております。